で、ここ植物や、てかイビーもいたはずなんで、ここのゾンビやっときたい。ショットガン惜しみなく使っていこう。弾がなかったらガンバードはライト、境界、あそこにいるんだ、あいつ落ちてくるんだ。気づけてよかったわ。ちょっと気づかない方が動画的には良かったかもしれんが、まあいい。ちょっと初見のふり、うわ初見のふりってビビろうと思ったんだいいな、オッケー、いいね。あれ、イビーは来ないんだね、この時点で。どこにもいないね。たくよー、ちょっと待って、燃やしてやるよ。あらららー、燃えた燃えた、よしよっしゃ、倒れてないよ、こっちもんよ。おら、ほら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 、燃えな、うい、火炎放射最強だな。ほんと研究所楽かも。俺よ、警察署とか、警察署とか大変だった分、研究所はめっちゃ楽かもしれない、レオンね。プレイする人も警察署を耐えれば、耐えて、あの火炎放射器取って研究所を受ければこんなに楽なんだということを知ってプレイしてほしい。これでいいじゃん。やったぜー。いいね、この確実に死んだのが分かるのがいい。ナイフでグサグサしなくて済む。この先もいたな。この先のやつはハンドガン、いや、まあショットガンでやっちゃおうか。ショットガン弾は結構あるしね、何気に。確か一匹いたはず、ここ。あいつ、あいつ、あいつ、あいつやろう。クレアヘンダーここでナイフ折れちゃったけどな。レオンヘンダーそうはいかんぞ。ショットガンでこむってやつ引きつけて、あーバカにくっさー許さん、マジ許さねえ。死ね、シャー、やめやめろ、もうなんだ今の情けねえプレイしまったオッケー、まあいいやくそ、今回のゾンビさ、急にさ左にフッて避けるのもなんかデビルバッドゴーストみたいな感じでだからやだお、教会会結構手に入る、ありがたい。よし、オッケー。で、あとは、あ、ここね。あー、そうか、ここにアイテムあったんだ、クリア編の時は。で、これはメモだな。あ、燃やせーってやつね。クリアになった。よし。ここの内鍵を開けて。あれ、それ置物ないじゃん。置物なかったじゃん。え、置物どこにあったんだろう。あ、じゃあ、あの液体作れねえじゃん、まだ。あれ、どうしたんだろう。どうしよう、まあいいや、あのとりあえず預けます。預けて、あ、燃料補充しとこうかな。燃料補充、燃料補充。あ、燃料これしかないのか。あ、じゃあまだいいかな。まあいいや、セーブします。ちょっと待って、置物ないじゃん、置物。置物どこにあんの？ここにないじゃん。ここにないし。ここないじゃん？この階段ももちろんないじゃん。どこにあるんだろう。行ってないとこはあそこだ、あっちだ。低温処理実験室。あそこしかない。あれ？植物の下消えてんだけど、どういうこと？誰が回収した？んなわけねえよな。また出てくんじゃないだろうな、やめてよ。無限巻きやめてくれ。また燃やさなきゃいけないじゃん。ここやだ、ちょっと立花いるかもしんねえんだよ。え、いるじゃん。え、バッチリいるじゃん。確か2匹いたよな。もう1匹どこにいる？歩いていい？やだやだ、怖い。ここ入っていい？もうやだ、怖え。ここここ来ちゃったけど、ここしかないよな。ここにあんのかな、置物。あ、なんか探索できる。ちょっとここゾンビいたよな。もう
ショットガンでやっちゃおう、盛大に。なんだこれ。あったしゃ調べよう。はいはい。おいいね、これ写真撮ろう、レオ。やべ、スマホのバッテリーが少なくなっているよ、まずい。またちょっと逆光だよ。よいしょ。クレア編と違うような、そうでないような感じがするな。まあいいや、ついでにここのゾンビをやっちゃおう。いるね、いるので、まあこれかな。よいしょ、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 よし、いいプレーだった。あとはここは何かな。あ、いや、この命令もかな。おかえりなさい、リー研究員。あ、ありがとう。メッセージが5件あります。アイテムはここなかったもんな、クレアの時も。よし、まあメール読んでやるか。便利宛てのメール、はい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 。もう職場にいる俺の時みたい、俺みたい。自分に関係のないメールを取った時、あの、既読にするってやつ。一緒だよね、内容。あ、もう見れねえ。 いや、一緒だと思う、一緒だと思うわ。うん、何やらかした、随分忙しそう、生きてるか、返事をくれ、面倒さ。オッケー、まだアイテムがある。あれ、なんかあったっけ、ここ、こっちの方かな。あ、こん中ってことね。まあこんな入っちゃうか。調べるアイテム調べちゃおう。ここは確かアイテム他にあったかな。 あ、 あった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 、ガンバーターだ。うん、あとはあれでしょ。で、このゾンビは生きてないと。よし、暗号も分かった。暗号を入れてまたここに持ってこよう。その前にあそこに行かないと。左の階段から戻った方がいいね。問題はここなんだよ。あ、いたいたいた、あそこにいた。歩けば OK かな。来ないで。歩いて回避できるならこれほど嬉しいことはないぜ。いや、いいか、またね。やった。よかったよかった、回避できるならいいよ。これ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 だ。 OK、 よしよし、これで機体作れるな、行こう。まあ、走り大丈夫でしょ。さあ、またこのパズルみたいなことやんなきゃいけないわ。これを入れて。現在、マニュアルモードです。うん。カートリッジに合うように、液量を調整してください。どうすんだろう。たまには考えてやりたいな。ちょっと待てよ。あれを全部、多分ワンメモリー残さなきゃいけないんでしょう。ワンメモリー残すから、まずこうじゃない？うん。で、あ、違う。あ、ちょっと待って、いいかも。ん？あ、え、うんうん、あ、こうじゃね、来たかも。で、こうしていいんじゃね、これ来たんじゃね。やばい、攻略見たって思われそう。見てないぞ、見てない、断じて見てねえから。心外だな。いや、見てねえから。やったー、ほらー、来たんじゃないこれ。やったやったやった、特になんかご褒美があるわけでもないんだろうけど、やったやった。
いや、いつもさ、こういうさ、あの考えるところさ、カットしてるからさ、もう嬉しい。純粋に嬉しい。やった、やったね、ありがとう。サンキュー。で、あの、作りに行こう。これを凍らせに行こう。どう行こうかな。サーバールームを取っていく方が近いか。あ、でも、リッカーいるか。リッカー拝んでいくのもありだな。セーブできるし、一回サーバールーム行こう。こっちも近い。たまには冒険しないとだよ。立夏歩いて通る修行みたいなやろ。立夏が横に歩いてたって俺は大丈夫だぞっていうところ見せてやろうぜ。2匹いたよね。これ無理だわ。どうしよう。これ横通ったらさ、大丈夫なのかな、リッカーって。横通っても大丈夫なのかな。いやー、そんな冒険おかしくないな。リッカーが向こう行くまで待ってる。どうしよう。ここまで来た以上、サーバールームに入りたい。ちょっと失礼しますよ。はい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 。怖っ、怖いわ。あ、どっか行った。やっぱ近くに来ると反応するんだ。やったやった、ノルマ達成だね。よ、もういいよ。もう安易な道を通って帰ろう、うん、このサーバルーム。あ、これ取ってなかった、よかった。来たかいあったわ。よかったよかった、取ったと思ってた、これ。うん、来たかいあった、来たかいあった。あ、いいじゃん、収穫ありだぜ。あ、これいらない、ごめんね、面倒さ。またこれす、いや、うん、いや、まあ、捨てるわ、いらないし。ほい、よし、じゃあ一回セーブして今日は、終わります。はい、どうもこんにちは。じゃあ今日はね、これだ、あの古資材を作りに行くところがですね、まずアイテムボックスを整理して、ガンパウダーとかいらないので、そうね、あとはこんな感じ、これを持ってって古資材を作りに行きましょう。で、まあ、ルートなんですけども、まあいろいろあるんです。2通りあって、こっちからこうやっていく最短ルートと、ちょっとこっちからこうやってぐるぐる回ってくるとかあるんですけども、まあちょっとね、リッカーにビビってね、住めないようでは、エイダにも顔向けができないので、住みたいから俺は行くぞ。お前向こう行け、向こう行け、向こう行け、よし、行った、頼むよ、頼むよ、取らして、俺歩くから、歩くから、歩くから。あー、もうこう、あー、もうやだ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 。ここで勇敢にこうやってスターって取って、ここに行くことによって、もうエイダのイメージも上がるからさ。レオン頑張ったらね、私あなたに密かに隠しカメラ取り付け、ドライブレコーダー取り付けておいたんだけど、あなたいいムーブしたわねみたいな。あんな立花だらけの道をよく一人で勇敢に歩いたわ、俺にキスしてあげるチューとか、それぐらいあるかもしれんぞ。レオン行こう、勇気を出して止め、あ、2匹、あどうすんだよ、お前、こっち来んな、こっち来んな、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 おい、やめろ、やめろ、やめろ、俺の匂い嗅ぐな、ちょい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 、やばい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 、ちょっと待って、どうする、どうする、おい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 、あ、やめて、よし、これね、これ頼むよ、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 よし、よし、怖がりながらも歩けば大丈夫ってことが分かったな。よかったよかった。めっちゃ怖かった今。ここのリック相手知らんねえかな。よし、でこれを凍らせよう。ほいほいほい、やってくれ。これでやっと取れるな、上級職員のタグが。あ、お願いします。はいはい、シュー、いや便利な時代だわ。刺せばやってくれんだもんね。
ってことは定期的にあれなんだろうな、古資材撒いてたってことかな、実験してたんだろうな多分。冷却が終了しました。ありがとう。さあ行くぞ。帰りは、あの階段を通っていこう、その方が近い幕には。へい、うんうんうん、オッケー。こいつは意外と気づかないんだね。この位置から走ってもバレなそうじゃない？あ、バレないじゃん、ほら。いや、バレないじゃん、意外とバレない。この辺から走ってもバレないとか。あー、あいつらはもうちょっと反応が悪い立花かな。研究所の立花はちょっとダメかもしれない。やっぱ警察署のいる立花の方が優秀かもしれない。よし、じゃあ薬液サムしよう。こちらタイム存分にサムしてくれ。シュワー、薬液をサムします。これでイビーもね、跡形もなく消え去ってくれればいいんだけど、まあそうは問屋が押さないので、生き残って俺に襲いかかってくるやつは燃やそう。あ、この人にはあれか、うっ血してたんじゃなくてタグの色で紫色になったってことか。オッケー、行こう。否定の濃度を超えた。わかりました、わかりました。いやいや、してるしてるしてる。この操作はよくおお。あなたは懲戒処分。こいつ生きてんな。帰り殺すか。帰り燃やせばいいや。帰り燃やす感じで行こう。よし。オッケー。よし、これオッケー、帰ろう。じゃあな部長、あばよ。ん？何？はあ。ちょっと待って、何それ。あー、ちょっとやばい、どうしよう。ちょっと待って、今なんだ、今のあれだな、今のは、今のタイラントな、タイラントだな、今タイラントだ、タイラントだ、タイラントだ、今タイラント、レオン今タイラントやばい、汗出てきた、まずい、どうしよう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 、逃げよう、逃げよう、うわー、よいしょ、ハンドコじゃない、もう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 、ちょっと、やめろって、これ、来んな、おい、やめって、これ、ちょ、あーやばい、なんかみんないる、みんな来てる、みんな来てる、みんな来てる、やばい、みんな来てる、みんな来てる、みんな来てる、ちょっと、ちょ、やばい、いいって、このバカが、ちょ、お前は、どけ、どけっつってんの、お前、ちょっと、どけ、どっか行ってろ、お前、邪魔だよ、もう、逃げさせて、まずい、あー、何、爆弾か、どうしよう、向こうはいけない、こっち、ただ、降りよう、はい、どうなった、なんか静かになったけど、くそ。大丈夫、これ戻って、タレントどうなったの。うわ、もういるし、もうやだ、ここもう行きたくない、やめよう、あ、タレントもいるな、やばい、こっちには来ないのかな、やだ、まあとりあえずセブシー戻ろう、こっち行こう。いやー、もう最悪だわ無言になっちまった、俺タレントで来た時、まあここで一回いるじゃねえかよ、まあくそ、もうあいつも本当に変なとこしか出てこない。セーブしたいな、でもここちょっとリスクあるな、このリッカー、いやでも向こうの方がリスクあるよ。どうしよう、なんとかあっちの部屋、あ、でもあっちの部屋、あっちの部屋もイビーいるじゃん、あの腰さえ巻いたところ、ダメな、戻れない、ちょっと大回りになるけど、リッカー避けていこう。リッカーを避けながら行けばなんとかなんじゃないか、階段通って行けばいいんで、それでいいんじゃん。こいつはこう歩けば避けるでしょ。あともう一匹はどこにいるんだ、もう一匹はどこにいるの、もう一匹、あ、もう一匹どこにいるの、ここね、はい、分かった、ベロベロしてるもん、何やってんのあいつ、お前ベロンベロンしてんじゃん猫の毛づくろじゃないんだから、お前ちょっと横通るね、ごめんね、はい、横通るよ、はい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 、横通るよ、これでね、焦ってはいけない諸君、これで焦ってはいけない、これで焦って走ったらもうあのダメなの、焦って走ってはいけないの、理解は。ちょっと見つかった臭い声出されても見つかってないから大丈夫、こうやって逃げれるから、ああよっしゃすげえ偉い目にあった
タイランドの件はしないかな。オッケー。こっちには来てないっぽいか。あいつ研究所まで来ちゃったじゃん。どうやって来たんだろう、あいつ。ここいないでね、頼むよ。タグは取ったから、こっち、一応メーラー見とこう。うわ、ここから来たんだ、あいつ。ああ、特に俺らんねん。つまり、いないんだろうな、タイランド。あ、いないよ、いないよ、よかったよかった。うっ、まあいいや。うん、これは見て、あ、見た見た見た、オッケー。部長の端末ってことね、これは。ここうろうろしてんのかな、タイランド。じゃあ、あ、なんかいた。あ、いたいたいた、なんかいた。うわうわうわ、いる。うわ、いる。うわ、いるいるいる。あいつはこ、あ、そうか、シルザーなんか殺しなかったんだ。あ、でもナイフ使っちゃってじゃん、もう。まあいいや、とにかくここにはもう用はないので行こう。一回セーブします。よし、この橋を落とせばさ、タイランド追ってこれないんじゃないの。この橋落とせないか、なんとか。このスイッチ押して落とせない、この橋落とせない、戻せない、この橋ダメ、無理。これ押して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 、ダメだよ。もう行ったらダメか、かかったらかかりっぱなしか、この橋。これじゃタイランド来ちゃうじゃん、あの橋も通って。また来るよあいつ、絶対。もうやだ。とりあえずこっち行こう。おそらくこっちはそんなにゾンビはいないと思うんだよ。まあレオネどうだか分かんないけど。はい、どうも。おう、うん、この人は死んでる人だよね、多分。ん、ああ、シルゾン、あ、持ってたけど、こんなの。まあいいや、ありがとう。ん、まだなんかある。あ、これだ、なんか違った、ごめん。ここは確かアイテムボックスがあったはず。その前に物色しよう。ああ、そうだ、これこれこれだ。AWS ね。AWS、よいしょ。はい。はい、OK。素晴らしい、流れるようなプレイング。OK。イエス。で、一通りアイテムを、いろいろちょっとあった気がするんだ、なんかアイテム。ああ、ウブルハブね。はい、ありがとう。あとは、ここで G ウイルスの実験やってたんだろうな。ね。バイオ4の実験に似てるよね、これ。バイオ4にこんなベッドあったよね。ああ、これだ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 。あ、ビデオテープね。あ、これでクリアになった。一応ビデオ見といてあげるか。ね。はい、こんなビデオでした。おそらく内容一緒でしょ。ウィリアム・バーキンをぶっ殺すとこでしょ。お、これだ。あ、自由発見。突入する。リアルだよね、これね。我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。何回見てもこのシーンは。ウィリアム、これより前にやっぱり G 投与してたんだね。一回し死んだ、死んで。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。一回死んだと思わせといてってことだもんね。すごいわ、ウイルス。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。ウイルス回収して帰るとね。了解。サンプルを回収します。これより前に撃ってたって描写がないけど、まあ撃ってたんだろうね、やっぱり。で、この後にアネットが来ると。そういう感じか。左上の時間見たらさ、11時46分なんだね。
夜11時46分にこんな作戦やってたんだね。この1日後ぐらいが今の状態ってことかな。よし、ブルハーブ預けて、ビードテープ預けて、これもいないので預けて、あ、シュルダーも預けよう。よし、こんな状態でじゃあ行きましょう。さあ、いざ先に行って、ジウイルスの、あ、そうだ、シェリーの時はあれだ、ワクチンを回収しに行ったんだけど、レオンの時はどうするの？ジウイルス、あ、そうだ、ジウイルスを回収しに行くって感じなんだ。でもジウイルスもうないぜ、どうすんだレオン。あ、オッケー、よし、行こう。そう、ここ、滅菌、滅菌、滅菌。あー、うわー、はい、滅菌完了、よし、これで入れるな。まさか ここ進んでる時に出るんじゃないよね。帰りに出るんだよね。帰りだよね、出るならね。行きは出ないでしょ。やめてね、行きは。行きは良い良いだよ。うん、OK。よし、ここだな。この部屋だ。こっちにサンプルがあるはず。一応この端末から調べるか。はい、研究記録。範囲の成長過程ね。はい、わかった。これは一緒だと思う。で、これだよ。お、あ、レオンと違う。あ、何？あるの？え、あるの？え、あんの？よし、エイダのところへ。お、レオンの時はサンプルあるんだ。へぇ。検査されちゃったよ。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。あ、こうなるんだ、レオン編って。なるほど、なるほど、なるほど。なんかあった。オッケー。お、レッドアブ。あ、なるほど、レオン編こっから違うんだ。いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある。よし、とりあえずセーブポイントがあったわけ。よし、オッケーオッケーオッケー。で、ガンパウダー、ガンパウダーを調合しよう。組み合わせマグナさんも作ろう。ああ、いいね、いいね、いいね。マグナさんも作って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 、持ってこい。この後ボスが来るので、パパ最終形態来るはずなんで、どうしようどうしよう。ああ、結構弾余ってる。いいね、ライディングホーク。うん、解放者持ってる。解放者もちょっと、充電しようかな。充電しよう、充電しよう。燃料あった。オッケー。で、まずは、冷静に。よいしょ。オッケー。燃料預けちゃおう。400もあれば大丈夫だと思う。戦える。ショットガンの弾もあるし、マグナムの弾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 、マグナム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 。やっぱガンパウダー余ったよね。余った。まあまあ、この先まだちょっとボスとかいるんだけどさ。やっぱマグナムの弾作っていいと思う。マグナムの弾作ろう。強化外交取りまくってマグナムの弾作る。いい。いい。こんだけあるんじゃね？やばい、戦えるよ俺、絶対。で、これで、いいハーブを作っておきたい。ブルーハーブと、レッドハーブと、グリーンハーブね。で、これを組み合わせの組み合わせので、グリーンハーブはちょっと多いのでこれを使おう。レオン今お腹痛い状態だからこれを使って、ファイン、オッケー、これでいいんじゃね。これでベスト夫人、いい夫人、これでボスに挑もう。いい感じでお願いします。